誰を使うか。富樫のところにボールがこぼれてシュート、シュートブロックしたが最後決めたのは富樫勇太。ついに FC 琉球が YSCC 横浜から先制点をもぎ取りました。決めたのは9番富樫勇太。増谷が富樫へ送ったボール、一度はシュート止められるんですが弾かれたボール、左足で冷静に流し込んでいった富樫勇太。富樫はこのゴールで今シーズン10得点目。